感謝をし、イエス・キリストの名でお祈りいたします。アメン。まず138番を開いて、心に感謝を持ちながら賛美したいと思います。心に感謝を持ちながら、主の今に入らと、新しく街が作られた、共に喜び歌おう。Thank you.
145番イエスの御名、私たちにはイエスの御名という素晴らしいものが与えられています。私たちは自分の名前で祈ることは許されていません。私が神よ、そしてでもイエス様の名前で祈るならば、イエス様が父に祈るのと同じ祈りとして聞いてくださるんですね。私たちはこのイエス様の御名に感謝し、そして祈っていきましょう。我らに与えられたイエスの御名、イエスの御名に救いはない。59番を一緒に賛美します。すべてに感謝しよう。59番ね、歌詞のすべてに感謝しよう。賛美と共に御前Hallelujah, Hallelujah, 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 Hallelujah
感謝できるその原動力は目に見えるものから目に見えないお方に目を向けるからです。目に見えるものは過ぎ去りますし、また目に見えるものは変わります。しかしその背後におられる神様を見えるかのように見ながら歩んでいきましょう。それがこの賛美ですね。12番、見えるところにおらずして、見えるところに同じして、信仰において歩むべし、何を水が咲き張るとも神の約束に立つ。歩めよ信仰よ、歩け歩け疑わない、正面のお弁当をですね、使って2万人の人たちを養ったんですね。皆さん、神様は生きておられます。そして小さなもの、何もないところからでも神様は私たちに力を与え、奇跡を行ってくださいます。パンツと魚肉で養われた主よ、今日ここにいる私たちをも主は養ってくださいます。
イエス様が養ってくださることを感謝する人はアメンと言ってください。アメン。神いつつと重なり尽くり主は奇跡を起こされる誘うこの私を用いてくださいしよう。何もない、旧約聖書にこんな言葉があります。私は山に向かって出ようね。私の助けはどこから来るの？私の助けは天と地を作られた主から来る。この山というのは皆さんが今抱えている問題とか不満とか恐れとか心配とか皆さんにとってない方がいいようなもの、それを山と表現しました。しかしそこから神に目を向けるなら神が助けてくださいます。主は御座におられる。主は御座におられる。聖なるお方、イエスの愛を受け、賛美を捧げよう。主の御座の中に大いなる勝利を贈られた。
主よ、あなたに近づきます。ヘリグラーします。主よ、
主よどうぞ私たち一人一人が聖霊に満たされて神様あなたを今日も共に礼拝することができますように。イエス様一人一人に触れてください。望んでくださいますようにこれからお願いいたします。感謝と賛美を捧げます。主よこの場所に聖霊なる神様を歓迎します。足悪魔の力を追放します。主よあなたを愛しています。主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りをいたします。主の皆さんどうぞご起立ください。75番、初心者前にも出ます。天使の作り出てきた愛を盗んではならない。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。
あなたの隣人の家を縛ってはならない。アーメン。裏にしていったら5番、イエス様の血潮による宣言。ちょっと喉が枯れてるようで、すみません、お聞き苦しい、かもしれません、お祈りください。イエス様の血潮による宣言、一緒に行きましょう。はい。イエス様の血潮はサタンの支配から私を贖いました。イエス様の血潮はすべての呪いから私を贖いました。イエス・キリストの中で私はすべての呪いから自由にされ、あらゆる祝福を与えられました。私は自分がいるところで祝福され、私に関わるすべてのことも祝福されます。私の身から生まれる子供も家族も祝福されます。私は自分の職場で祝福され、自分の働きの身も祝福されます。私は入るときも祝福され、出ていくときにも祝福されます。主は私に立ち向かってくる敵を私の目の前で敗走させます。敵は一つの道から私を攻撃し、七つの道に逃げ去ります。主は私の穀物村と私のすべての手の技を祝福してくださり、私に与えようとしておられる地で私を祝福されます。主は私をご自身の聖なる民として立たせてくださいます。私が神の民として選ばれたこと、また私に主の名が付けられているのを見て、地上にいるすべての民が私を恐れます。主は恵みの蔵、天を開き、時にかなって雨を降らせ、私の手の技を祝福されます。私は多くの国々に貸すことがあっても借りることはありません。主は私を頭とならせ、音は鳴らせない。ただ上におらせ、下へはくださいません。イエス様の父よは私のために永遠の契約を成し遂げてくださいました。イエス様の父よは私を父なる神、すべての人々、すべての非動物と分かりさせ、平安をくださいました。イエス様の父よは私のすべての罪を許してくださいました。イエス様の父よはすべての罪から私を清めます。イエス様の父よは罪に定めるすべてのことから私を弁護し、私に敵対するサタンの訴えを無効化し、今まで一度も罪を犯さなかったかのように私を義と認められます。イエス様の父は主のものとするために私を清め、主に献身するものとして私を清別します。イエス様の父は死んだ行いから私の良心を清め、生ける神に仕えることができるようにされました。イエス様の父は聖なる神に仕えるために私を誠の聖女に入らせます。イエス様の父は私がサタンとそのすべての力に打ち勝つようにさせます。イエス様の父は私の永遠に続く喜びの源です。アーメン。お祈りをいたします。どうぞ小声を垂れて心合わせてください。天のお父様、あなたを賛美し礼拝いたします。御子イエス様、復活されて私たちの救い主となってくださった、このお方を礼拝いたします。聖霊なる神様、私たちを導いてください、満たしてください。あなたは今日も聖書の言葉を私たちが分かるように解き明かしてください。御言葉を開いてくださることを感謝いたします。どうぞこのあなたの御言葉に私たちの思いが向けられますよ。その御言葉から遠ざける一切の思い、悪しき悪魔の力を縛り追放します。聖霊なる神様、私たちの心いっぱいに満たしてください。乾いた心をあなたの言葉で満たしてくださいますようにお願いいたします。問題が解決しますよ、病が癒されますよ。主よ、あなたの良いことが今日この礼拝の中で起こることを感謝いたします。主よ、あなたを求めます。またお導きくださる主に感謝し期待し、イエス・キリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんこんばんは。一緒に主を礼拝できることを感謝したいと思います。暑くなりましたね。もう令和になって、初めての暑さというか、もうここ最近からするとね、最も暑い5月の、日ではないかな。しかしですね、暑い暑いと言って嫌がるんではなくてね、
それを感謝するのをやりたいと思うんですね。神は太陽を昇らせ、また雨を降らせ、そして必要なものを与えてください。まあ、ちょっとね、暑さが効きすぎたかな。しかしですね、何事も感謝する心を忘れないようにしてください。良いことがあったら、皆さん良いので感謝しましょう。でもマイナスなことが起こったらどうするんでしょうか。良いことに変えられるので、マイナスなことも感謝しましょう。マイナスのことを感謝します。一緒に言いましょう。はい。マイナスのことを感謝しましょう。アメン。じゃあこれがですね、クリスチャンの生き方です。ローマ 8-28、神は万事を愛働きて益としてください。皆さん、それはマイナスをプラスに、ピンチをチャンスに変えてくださるということですね。皆さん、このような素晴らしい主が今日も私たちを導いていてくださいます。さて、2週間前のメッセージの続きになります。弟子たちは、ガリラヤに帰りました。まあ、本来ガリラヤに行ってなきゃいけなかったんですね。なぜガリラヤに行かないでエルサレムにいたか。まあ、これはね、一人の人の不信仰の影響を受けたんですね。まあ、それはトマスです。私はイエス様を目で見なければ、この手で触らなければ信じません。実存主義ですね。そして合理的な人でした。まあ、これが別に何が悪いって言うんですけどね。でもイエス様の言葉を信じなきゃいけませんね。まあ、その結果、弟子たちはみんな不信仰に伝染してしまったんですね。皆さん、どうぞこれを覚えてください。不信仰というのは人に影響を与えてしまう不平不満、不信仰、これを私たちは口を閉ざし、神に祈り、感謝と信仰に皆さん変えていただきましょう。いよいよ弟子たちはガリラヤに入りました。そうするとですね、イエス様が3回目弟子たちに現れてくださる。それが今日の出来事ですね。今日もご一緒に聖歌172番、墓の中にこの歌を皆さんで一緒に歌いたいと思います。説教が開いてくださってた上の方に出てます。墓の中に、はい、墓の中に一人くく葬られたり慌たしゅ、よみよりかえり、よみよりかえり、死と悪魔に立ちし、君こそ勝利の主なれ、君こそ誠の主なれ、褒めよイエスを我らの神を。アメン。どうぞ聖書開いてみましょう。ヨハネ21-7から、まあ開かなくてもいいですね。説教予約に載ってます。これで一緒に読んでいきましょう。ヨハネ21-7-14、声を揃えて一緒に読んでいきましょう。はい。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモンペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚をいく匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は食べなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を笑わせたのはすでにこれで3度目である。アメン。今日は
近づき許されるという題で、メッセージを取り次ぎたいと思いますが、一緒にこれを読んでみましょう。イエス様から近づき許される、はい、イエス様から近づき許される。この題で5つのポイントでお話しいたします。まず第1番で、1番目はイエス様に愛されたあの弟子、イエス様に愛されたあの弟子、7節。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言ったとあります。イエス様の愛されたあの弟子とは誰でしょうか。ヨハネのことですね。まあ、これを書いたのはヨハネさんです。そのヨハネがね、私ですって言わないでね、あの弟子、しかもですね、イエス様を愛していた弟子じゃないですね、イエス様が愛していた弟子というふうに言ってます。まあ、これは取り方によってはね、うぬぼれのように感じるかもしれません。皆さんどう感じますか。しかしですね、今日私はこれをはっきり言いたいと思います。イエス様から愛されているということに関してだけはずうずうしいぐらいになっていいんです。私はもう誰よりも愛されているんだ。皆さんはですね、そのような信仰、そのような思いを持っている、いるでしょうか。しかしここでいくつかちょっと注意があります。一つ目は because of ではなく in spite of、 まあ、これは英語を知っている人はよくわかるフレーズですけど、 because of というのはそれだから愛する。例えばね、私は熱心に教会通っています。収入の10分の1はしっかり捧げています。毎日伝道しています。そして週に2度は断食し、私は他の人と比べて良い行いをしています。だから私が愛されている。皆さん、これは違うんですね。インスパイトオブって何か、にもかかわらずってことです。にもかかわらず、私は罪深い、私は足りない、私は小さなものだ、にもかかわらず愛されている。皆さん、これなら傲慢になりません。私はすごいから愛されてるって言ったらね、傲慢なの。確かに私はすごい、もう謙虚になってしまう。しかし私は罪深いし小さいしね、取るに足りない、にもかかわらず愛してくれて申し訳ないって気持ちになりますよね。本当にこの私を神様は愛してくださる。皆さん、これが大切なポイントです。ユダヤの宗教家たちはそうは思わなかったんですね。宗教家たちはどう思ったか、まあ、有名なパリサイ人、律法学者、祭司長たちはこう思った。私は正しいんだ、私は正しい。だからそれ高ぶりですね、勘違いです。そして人を裁くんですね。あの人は違う、あの信徒は、牧師は、あの人は。皆さん、そのような生き方をする人に対してイエス様は分かりやすい話をされて、まあ、2人の登場人物がいます。ルカ18の9からちょっと聞いててください。載ってますけど、自分を偽人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。2人の人が祈るために宮に登った。1人はパリサイ人で、もう1人は酒税人でした。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を、私は他の人々のようにゆする者、不正なもの、勧誘するものでなく、ことにこの主善のようでないことを感謝します。私は主に二度断食し、自分の受けるものを皆その十分の一を捧げております。ところが主善人は遠く離れており、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。そしてイエス様の説明があるんですね。あなた方に言うが、この人が、この後者のこの人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。皆さん、自分を高くしようとする人は神から低くされるんですよ。しかし、自分は神の憐れみが必要なものです。自分を低くするものを神は引き上げてください。主税人は自分の罪を自覚しました。自覚していた。でも、にもかかわらず、私は愛されている。だから祈れたんですね。皆さん、このバランスです。私は罪深い。神様、憐れんでください。
しかし、この私を誰よりも愛してくれてありがとうございます。皆さん、この意識が聖書が持つべき、私たちが持つべき意識として教えてるんですね。皆さん、そこで充足感を味わってください。神に愛されてるということで満足するんですね。まあ、しかしですね、承認欲求が強い人は人にそれを求めてしまうんですね。人に分かってもらいたい、人から構ってもらいたい、人から承認されることで、ああ私は人から重んじられてるから私は愛されてるんだ、それで満たそうとする。皆さん、それはね、切ってないんです。しかも不満しか出てこない。なんで愛してくれないの、私が思うようにってことですね。聖書には書いてあるじゃない、互いに愛し合いなさいって。つまりですね、愛して、しかし皆さん、聖書はそういうこと言ってません。みんな一人一人相手を愛しなさい。愛を求めるんじゃないんですね。愛を求めるのはこちらです。皆さん、神から愛されてる、この愛だけで皆さんの心が満足するように、満ち足れるように祝福します。これが信仰なんですね。第一テモテ6章6節、こう書かれています。満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。皆さん、イエス様から愛されているこのことだけで満足する皆さんとなるように、イエス様の皆で祝福します。これがですね、聖書が教える生き方です。ヨハネはイエス様から愛されているあの弟子、ずうずうしくもというかですね、それは本当のことなのでいいんですね。皆さんもそれ言ってみたらどうですか。イエス様から愛されている私、感動です。イエス様から愛されている私、自分の名前を言ってね、紹介して、今日イエス様から愛されている私が証しします。まあ皆さんですね、そういう心をお待ちください。2番目は7節後半、ヨハネを作り変える主。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った、主です。まあ主です、主ですと言ったのはヨハネですね。ヨハネは弟子の中で一番若かった、若造だった。だからパッパパッパ気が向くんですね。最初にイエス様の復活のことも気づいたし、また足も速かった。そして岸辺に立っているイエス様をパッと発見してしまった。こういうね、パパパパッと感情的な人でした。で、このヨハネはボアネルゲっていうあだ名がつけられたんですね。ボアネルゲ、皆さん、これはですね、どういう意味かというとね、雷の子っていう、雷の子、これは怒り一本ですね。すぐカーッとしてね、すぐ人に腹を立てる、思い通りにいかないとね、カーッと腹を立てる。こういう人がですね、後日変わったんですね。皆さん、愛の人になった。ボアネルゲは愛の人になった。皆さん、神は人を作り変えてくださる。皆さん、ここに希望があります。私もあなたも神に作り変えられると信じます。皆さん、そこに期待してください。皆さん、天国に持っていけるものはこれだけですよ。お金や名誉や地位じゃない、私たちの人格です。作り変えられた人格だけを私たちは神のもとに携えていくことができる。皆さん、どうぞ私たちもですね、そのように愛の人に変えていただきたい。この後賛美したいと思いますが、聖歌480番、雨土作りたまえし神は人をも作り変えてくださるって書いています。皆さん、天地を作った神はね、私たちを新しく作り直してくださいます。私たちが作り変えられることを喜ぶ人はアーメンと言ってください。アーメン。第3番目いきます。でもペテロはペテロです。ペテロはペテロ、7節から見ています。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った、主です。するとシモンペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。ペテロはヨハネが主ですと言うとですね、すぐにどうしたか、裸だったんですけどね、洋服をパッと着て、そして湖に飛び込んで泳いだ。
まあ、100メートル足らずだというんですね。100メートルぐらいの、ね、泳ぎでイエス様に誰よりも早く会いたい、まあ、ペテロの性格が出てますね。衝動的です。感情的です。カーッとなってね、すぐに行動に移す、まあ、しかしね、おっちょこちょいだったんです。普通だったら水の抵抗を減らすためにね、着てた洋服を脱いでね、裸で泳いだっていいんですよね。しかし彼は裸だったのに服を着て、まあ、それはですね、イエス様に会うのに失礼って思ったんでしょうね。皆さん、これはペテロの行動です。衝動的な人です。つまりペテロはペテロなんです。神様はですね、人を作り変えてくれるっていうんですけど、全く別のね、明るかった人が暗くなっちゃうとかね、暗くなった人が明るくなっちゃうとかね、よりもその人の特徴、個性、その人らしさを残して、その人の自己中心が扱われて、自分中心が扱われて、神中心、愛の人に変えていただける。皆さん、これがですね、神の変化させてくださる祝福です。他の弟子たちはですね、ゆっくり船で試練までたどり着きました。ペテロだけが泳いでいった。ペテロは変わってないですね。でも変わってたんです。彼は後にリーダーとなる男です。変えていただきました、リーダーとして。しかしペテロはペテロだ。皆さん、ここを忘れないでください。私たちの人間性、私たちらしさを神様は潰すことがないよ。でも私たちを変えてくださるんだ。なんか変えていただきたいと、そう願う人はアメンと言ってください。アメン。4番目、働きを評価し用いてくださるイエス様。9節、こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンなどの産だ。イエスは彼らにこう言われた。あなた方の今取った魚をいく匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。彼らが弟子たちがみんな岸に着くとですね、そこには朝食が用意されていたというんですね。イエス様が弟子たちにね、さっき取った魚、153匹の魚を持ってきなさい、一部持ってきなさい、そして炭火の上にその魚を置いた。皆さん、つまりですね、これは彼らの仕事、彼らの労力を評価した。さっき取ってきたその魚を食べようじゃないか。イエス様はそれを用いられる、私たちの働きを喜び用いてください。それがイエス様です。ところがですね、自分の力でやった、私がこれをやったんだ、そういうことは、ね、喜ばないんです。神抜きの働きは神は認めません。なぜならば、自分でやった時にはね、魚一匹取れなかった。しかしイエス様が船の右に網を下ろしなさい、網を下ろしたイエス様に従った時に153匹もの魚が取れた。皆さん、この153という数字はですね、聖書にはそんなに意味がないようです。3とか7とか12っていうのはね、完全数、24もそうですね。あるボールペン屋さんがね、153っていう名前をつけてボールペンを売ったら飛ぶように売れてるそうです。まあ、斬新な名前だったのかもしれませんね。でも、まあ、聖書的には意味がない。つまり、こんなにたくさん取れたんだよっていう数字なんですね。そして素晴らしいのは、こんなにたくさん魚が取れたのに破れなかった、網が破れなかった。つまりイエス様が命じることはできないことではない。イエス様がこうしなさいって言ってたらね、それはできるんだ。皆さん、伝道するときにね、ああ難しい、どうしよう、あんなやりたくないな、思わないでください。イエス様がやりなさいって言ったらできるんです。そしてその働きは祝福されます。
ペテロはその魚を取り、そして船に上がって、その網を陸地に引き上げた。大量の魚を取った、それはペテロでした。でこのペテロは後に、初代教会のリーダーになる人です。だからこの辺りからもうリーダーシップを発揮してるんですね。かつては誰が偉いか、誰が一番か、でも彼は謙遜になり、それを自ら、あなたやりなさいって言ったんじゃなくてね、自ら引き上げてリーダーシップを発揮するようになっています。神様はイエス様と一緒に働く、その私たちの働きを祝福してください、評価してくださいます。最後5番目いきます。食事に招かれるイエス様、12から。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねるものはいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中から蘇ってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目である。イエス様は弟子たちに食事に招いたんですね。食事をしよう。弟子たちはもうこの方がイエス様だって分かってるからね、あえて聞かなかったんです。食事をしようって言ってくれたので、黙って食卓に着いた。皆さん、このユダヤの文化で食事をするっていうのはどういう意味なのか。過去を許すよって、あなたの過去の失敗を許す、過去を問わないよ、和解しよう。皆さん、これが食事の意味なんです。イエス様は無言で過去を許し愛された。皆さん、これはですね、もう心がジーンとしてね、みんな涙が溢れてきたと思いますね。ああ、私たちはこんなに失敗したのに、こんなに惨めなのに、みんな裏切ったのに、ユダだけじゃないんです、ペテロだけじゃない、みんな裏切ってしまった。でもイエス様は何も責めないで許してくれた。食事をしよう。もうその心がですね、込み上げてきた。印象深い出来事があったに違いありません。ペテロは後日このことをですね、説教しました。使徒の働き10の39から後日のことですね。私たちはイエスがユダヤ人の首都エルサレムとで行われた全てのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました。木というのは十字架ですね。しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ表せてくださいました。しかしそれは全ての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられて後ご一緒に食事をしましたって、そのことの時を思い出して語ってるんですね。今日のメッセージはここまでです。結論をお話しします。2つあります。結論の1つ目、うぬぼれからの解放。ヨハネはですね、自分がイエス様から愛されてるってことに対してものすごい自信を持っています。それはですね、自分の経験じゃないんです。知識や学習じゃないんです。イエス様とあの2年間3年間過ごしたことで、そのイエス様から愛された、その経験を通して得た感覚です。皆さん、私たちもね、クリスチャン歴が長くなればなるほどイエス様から愛されている。皆さん、この意識をですね、持たせていただきたいと思うんですね。一生懸命頑張って愛されようと努力するってことです。既に愛されてる、皆さん、すでに愛されてる。だから喜んでそれに応えていこうとする、それがクリスチャンです。その対極はこうですね、イエス様から認めてもらうために一生懸命頑張る、もうあれもしこれもし、皆さん、これは違うんです。動機が愛されてないと思うから愛されようと努力する。皆さん、愛される努力は必要ありません。すでに愛されてる、頑張らなくたって愛されてる、だから頑張れるんですね。愛されてると思うことの
その真逆は何でしょう。それはうぬぼれです。うぬぼれ、皆さん、うぬぼれってのはいやらしいんです。醜いです。もうやってもらって当然だ。もうやってくれないと腹を立てる。やってもらえたらね、もう当然感謝も超えてきません。まあ、うぬぼれを持っていた代表はですね、創世記に出てくるヨセフさんです。ヨセフ、まあ、この人はですね、なんでうぬぼれが強いかっていうと、お父さんから、ね、溺愛された、寵愛されたんです。特別に自分だって7色の服を着せ、着物を着せられてね。そしたら他の11人から妬まれてね、お前嫌なやつだな、それもう高ぶっちゃってね、まあ俺はすごいやつだ。皆さん、このヨセフはそのうぬぼれのゆえに奴隷としてエジプトに売られ、そのうぬぼれは砕かれなきゃいけない。どこで砕かれるの？牢屋に入れられる。青年時代、若い10代20代、その時に牢屋に入れられて、いつ出てくるかわからない、殺されるかもしれない。その中でヨセフは砕かれ砕かれ砕かれ、醜いうぬぼれが砕かれた時に、神様はヨセフを牢屋から出して、なんと今度はいきなりエジプトのナンバー2の地位にまでつけてしまった。まあ、これは官房長官とか、あるいは国務大臣のような地位ですね。一番下にいて、いつ殺されてもいいか分からないような囚人が、神によって自分を低くするものは高くされる。皆さん、ぬぼれは神様が嫌います。何か良いことが起こってもね、感謝できません。しかし、ぬぼれから解放されたら、どんな小さなことにも感謝し、皆さん、イエス様に愛されていることだけで満足し、皆さん、そうするとね、正しい自己愛を求めるんですね。自己愛っていうのはナルシストとは違います。健全な意味で自分を知って、神が私を見てくれているように自分を見る。皆さんは自分が好きですか？神が見ているような意味で、皆さん、自分を愛せた分だけ人を愛せるようになるんです。自分を愛せない人は、ね、人を愛せない。自分を受け入れられない人はね、人を受け入れられないんです。どうやったらそれができるか。それはイエス様から愛されてる。それが自分を愛し、人を愛する、その力になります。皆さん、どうぞ、イエス様から愛されてることを忘れないようにお願いします。結論のもう一つ。すべての土台は許しにある。許しが土台だ。弟子たちはみんなイエス様を裏切りました。先ほども言いましたね。ユダだけではない。あの裏切りのユダだけではない。みんな裏切ったんです。彼らは、ああ、失敗したな。俺らはダメだ。もう二度と復活できない。もうイエス様に顔を見せられない。イエス様から用いられるような状態でありません。皆さん、この人たちがなぜ用いられたか。許されたから。許しを受け取ったから。皆さん、許し、神から許されてるっていうのは、ウォントじゃない。ウォントっていうのは、まあ、許された方がいいよ、じゃない。マスト。必ず受け取らなきゃいけない。今日皆さん、イエス様は、イエス様の方から近づいてきて、そして声をかけて、あなたのところに許してください。受け入れてください。皆さん、この神との関係が、許されたという関係が全ての土台です。今日皆さんがここにいてね、地上にいて、神様が天にいて、この神様と平和の関係にありますか？本当にね、何の隔たりもない。皆さん、もしそうじゃなかったとしたら、この神と私の間にイエス様を迎えてください。そして今日完全に神様との平和を得てください。イエス様によって罪許され、悪魔悪霊から解放され、また健康になり、あらゆる問題が解決し、そしてイエス様の愛の中に生きる。皆さん、この許しを持っている人に強いんです。人からどう言われたってね、人からどう思われたってね、関係ないんです。事実、弟子たちは殺されようが、口を開き続けばイエスはキリストだ。復活した。
いや、私たちもね、許されて、本当の強さ、死をも恐れない、本当に謙遜な、神様と一緒に働ける、あの弟子たちがそうですね。皆さん、私たちもね、全員が今日弟子たちになるように、お客さんで終わらないでください、教会に来るのは。皆さんは命をかけて、福音を全世界に伝えたあの弟子たちと同じように、もうバトンを受け取って、皆さんも使徒として、弟子として使わされてきますよ。皆さんどうぞお客さんではなく、弟子となりますように、祝福します。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。イエス様から近づき、許され、愛されたことになる。みんな弟子たちは変えられました。ユダはその愛を拒否して、自ら、イエス様から離れていきました。しかし、自ら離れない限りみんな回復しました。今日私たち一人一人がそう回復できますように、イエス様との関係、神との完全な平和を回復できますように祝福しています。今日痛みがあったり問題があったり、あらゆる病気のゆえに、もし神様との関係が壊れているなら、今日どうぞそれを解決し、神との関係回復できますように、イエス様の名で祈ります。アーメン。皆さんどうぞ決断してください。何らかの決断を持って、神様、私の人生を導いてください。イエス様の愛を受け入れられるように助けてください。イエス様の許しの関係で神と一緒に歩んでいけるように助けてください。皆さんどうぞ、何らかの決断をして祈っていきましょう。皆さんの決断が皆さんの明日になります。祈りましょう。天のお父様、ありがとうございます。今日私たちの人生はあなたのものです。かつて私たちはもうイエス様に顔見せできないほど難しい失敗をしたり、暴言をしたり、また裏切ったり、罪を犯してきました。しかし神様、あなたは過去を問わず、そのまま食事をするためのように許してくださいました。どうぞ今日私たちがこのイエス様の許しを受け取り、イエス様から許されているその平安、イエス様から愛されているその喜びで満たされますように、そのままで、今のままでイエス様を愛してくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たちの思いではない聖霊がそのことを知らせてください。イエス様どうぞ、そのような私たちの信仰を深め、そして強めてください。今日どうぞ私たちが国を、この世界を福音で満たすものとして用いてください。今アメリカは大統領トランプさんが来日しております。この日米と日本とアメリカの関係を祝福してください。のみならず日本と全ての他の国々との関係も祝福されますように。また日本国内、世界各地、神様、血が流されることがないように、戦争されている、その戦争がやむように、内戦がやむように、またテロがやむように、また飢餓や苦しみ、貧しさ、さまざまな病気や、神様、エイズが撲滅していきますよ。神様、間違った関係が正されていきますよ。神様、イエス様を人々が信じることができるように、助けてください。イエス様を助けてください。今日病気を持っている方、心に痛みを持っている方々、癒されますように。神様どうぞこの国を用いてください。私たちの人生を用いてください。イエス様ありがとうございます。これから感謝して賛美します。愛するイエス様の皆により感謝してお祈りいたします。アーメン。皆さんどうぞ感謝を持って立ち上がって献金の準備をしてください。そして、捧げ物をしていきましょう。60番の輝く日を仰ぐ、この歌を一緒に皆さん歌いながら捧げ物を捧げていきましょう。献金の封筒等ない方は手を挙げてくださって後ろから今いきます。60番、
ありがとうございます。
趣味感謝状、注文に入っております。写真の方ではなくてですね、注文してください。そしてまた、プロジェクターでも映ります。趣味感謝状。趣味感謝状。生産式のパンと言われて略されているものはですね、種入れるパン、マッツァという言葉なんですね。なぜ種が入ってないか。この種、パンの種は罪を象徴するんですね。この種が入っていると膨らんでしまう。まあパンは美味しいですけど、でも罪の種は除かなきゃいけない。そしてイエス様は罪のないお方だ。罪のないお方が死んでくださり、罪のある私たちの罪のあがなってください。だからそれを思い出すために、種まなしパンに近い、クラッカーを使いたいと思います。そしてまた、アルコール依存症の人も時々聞きますので、アルコールが入っていない、ブドウジュースを使っております。一言お祈りいたします。生産式に扱ってください。これを通してイエス様の愛を思い起こせますように。恵み深い天の父なる神様、御子イエスキリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願うくは主の慈しみと十字架の御苦しみを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝し聖霊としてください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをより厚くし、共に福音の証に生きるものとさせてください。主キリストイエス様の御名で感謝してお祈りいたします。アーメン。私たちの主イエスは十字架にかけられる善やパンを取り、感謝してこれを先こう言われました。取って食べなさい。私の体です。イエス様は私たちを許し、私たちの神との和解のために自らが命を捧げてくださいました。罪のない神が人の姿をとって十字架で死んでくれました。完全な許しをいただきました。
その愛を皆さん思い出してくださるようにいただきましょう。同じようにイエス様は杯を取り感謝を下げて後言われました。この杯から飲みなさい。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。これを飲むために私を覚えなさい。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。今信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。もう一度心を合わせてください。お祈りを捧げます。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き主の聖座に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように。主が再び来られる日まで御前に会いませてください。主キリストイエスの御名で感謝してお祈りを捧げます。アーメン。あなたは我が神。この賛美をいたしましょう。あなたは我が神。あなたは我が主。御言葉与えられ私の私はあなたを癒すものだと、私はあなたを愛している、あなたの病を背負ったイエス様言われます。打たれた傷により病に癒された、主が私たちを癒してまた解決してくださるようにお祈りをしたいと思います。皆さんどうぞ手を置いてください。心を合わせてくださいますようお願いします。祈ります。天の父なる神様、ありがとうございます。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがありません。あなたが一人一人に触れてくださり、一人一人のその魂の叫びに、
応じてください。理解してください。今あなたは答えてくださいます。その病の痛み、そしてその苦しみを分かっておられる主よ、あなたは十字架でそれを背負いました。イエスの皆で、兄弟姉妹の病を癒されよ、また問題が解決するようにお願いします。心の傷、さまざまな疾患や障害、精神、またさまざまな心の問題、あなたが解決し癒してください。イエスの皆によって心と体が癒されますように。そして神様、現実の問題、経済の問題、人間関係の問題、さまざまな生活の問題、神様すべて解決してください。関係の問題、解決してください。主よ、必要が満たされるようにお願いします。流れ人イエスの皆によって、兄弟姉妹を苦しめている悪しき悪魔の力を、そこに立ち向かいます。イエスの皆によって、兄弟姉妹から出て行け。心の中から、また生活の中から出て行け。盗み、殺し、滅ぼすこの悪魔の働きを叱りつけます。二度と入っていくことを許さない。聖霊様、あなたが、私たちを主として、パウロがこの霊を追い出したときに人々を解放され、イエス様がこの悪魔を叱りつけたときに悪魔は出て行きました。主よ、今この悪魔を地獄の底に放り投げられ、主よ、私たちは神のもの、神の霊によって生きていきます。聖霊で満たされるようにお願いします。御霊で溢れさせてください。御霊で溢れさせてください。主よ、御霊で溢れよ、御霊で溢れよ、御霊が豊か豊かに注がれるようにお願いします。御霊で溢れますように、御霊で溢れますようにお願いします。御霊で溢れますように、御霊で溢れますように、その心が御霊で溢れるようにお願いします。御霊で溢れるようにお願いいたします。御霊で溢れるように。そして神様、痛みのある場所にあなたの癒しが縁から注がれるように、聖霊様、今癒しをもたらしてください。癒しをもたらしてください。主よ、お願いいたします。その痛みを取り去り、そして神様、あなたの血潮によって洗い清めてください。血潮によって洗い清めてください。雪よりも白く清められますように。そして神様、聖霊に満たされるように、聖霊に満たされますように、聖霊に満たされますように、祝福してください。聖霊に満たされますように、祝福してください。あなたの血潮によって洗い清められ、聖霊で満たされるように、聖霊で満たされるように、祝福してください。聖霊で満たされるように、祝福してください。聖霊で満たされるように祝福してください。あなたの御霊が私たちの祈りの答えです。私たちはこの御霊以上のものを求めません。私たちにとって最高のものは主の御霊です。人が粘土で形作られ、主の力が御霊が吹き込まれたとき、人になったからです。神様、もう一度罪によって離れたこの御霊が私たちのもとに帰ってくるように、神様、お戻しください。御霊が生ける水となって、川川となって、心の底から湧き上がるように、神様あなたが、その、御霊の泉を湧き上がらせ続けてください。すべての源で、全知全能であり、すべてを出してくださった、イエス様、あなたによって、それをなされました。イエス様、ありがとうございます。私たちは、あなたの、しもべです。あなたの弟子です。今日から私たちはあなたに仕えていきます。足りない小さなものですけど、あなたが私たちを作り変えてください。あなたが言われたことを全部できるとしましょう。やりなさいと言われたこと、愛しなさいと言われたこと、内に住んでおられる聖霊の愛によって人を愛せます。人を許せます。神様、断ち切るものは断ち切れます。神様、私たちがあなたに喜ばれる人生を歩めますように、そうしてくださることを信じ、感謝を伝え、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。誰よりもあなたを愛します。誰よりもあなたを愛してる。あなたを誰よりも、あなたを残し
Thank you.
祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願うとは、我らの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、忍びましてお一人寄せるとともに、そのご家族、親族一同の上に、インターネットで礼拝をされた方々とともに、今も後も、よよ限りなく、あらぬことを、アメン。アメン。感謝拍手を持ってイエス様に栄光を返したいと思います。それでは、アメン。どうぞお座りになってください。これで閉会になります。週号に載っています、火曜日のコスペル礼拝ですね、集まりがありますけど、これ2週間に1回持っております。今度の火曜日夕方6時半からあります。もし時間がある方は、ご自由にご参加ください。6時半から一緒にお食事をしたりするので、ちょっと軽食を持参して、その後賛美をしたり、また礼拝とちょっと違 うプログラムで、自由な間違いの時を持っております。お互いの祝福を祈りましょう。今日2回目来てくださいましたね、石原さん、歓迎です。まあ、これからちょっと引っ越し下にね、環境が変わりますので、ぜひ石原さんのためにお祈りいただけたらと思います。みなみちゃんですね、久しぶりにね、みなみちゃんだよね。はい、頑張ってください、大学ね。はい、また続けていらしてください。関谷さんのね、奥様がちょっと体、痛めておりますので、今度、治療、手術、あるいは、病院に行きますので、間違いなく、そういうのがなされますように、治療がなされますように、お祈りいただけたらと思います。じゃあ、お互い、しばし交わりを持ってから、お帰りくださったらと思います。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。明後日できるの？そうですね。